国89年、91年、92年のグループ A チャンピオン、92年のレギュラー、24時間耐久レース優勝など、本当に素晴らしい功績を残しております。浅見雅弘さん、どうぞよろしくお願いします。来てました、さすがに。いや、この寒いこんなにたくさんの方でお集まりをいただきました。嬉しいですね、本当に。さあ、今日は昨日に続きまして、まあ、昨日はウェットレベルでしたけれど、寺田さんはね、大変関係で走ることができませんでしたけど、今日は走りましたよ。あれ、ご覧になりました。ありがとうございます。一応、ストレートだけは全開で、2台に打ち抜かれるから、ストレートだけは音だけ頑張って走ってます。昨日は音の話でかなり盛り上がりましたよね。昨日は、音がいいのか悪いのかということで、最後星野さんが、ね、その話をちょっと振り返っていただきましょうか。はい、ロータリーのエンジンの、音ですよね。はい、実はまあその頃はエンジニアの方にも余裕があってというか、はい、まあ、皆さん今聞かれた音はですが、フォーローターでよくご存知だと思うんですが、車っていうのはルマン優勝するときに音のチューニングをしたんですね。で、3ローターまでは音はあんまり良くなくて、乗ってる方も良くないんですね。だから音をなんとか良くしたい、まあ、僕が初めてルマン行った74年にマートラの音を聞いて、あの音にしびれちゃったんですが、まあ、優勝するときはいい音で優勝しようということで、あの4ローターの 787B っていうのは実は音のチューニングをしてるんです。ですから最初あんな音じゃなかったんだけども、チャンバーの大きさ変えたりエクゾースの長さ変えたりすることによって、ああいういい音になりました。だから、ね、乗っててもすごく気持ちいいし、特にルマン走ってるときなんか、ユードジエルの直線なんかは乗ってても気持ちよくて酔っちゃうほどいい音です。さあ、星野さん、どうですか、今日は乗ってみて。なんかあれ、音で良くなったのか、パワーも高かったのか。多少でも、組織には変わらないけど、一応700馬力あるんですよ。700匹いるんですよ。こっち1300、いや、1200馬力、馬が1200馬力。今日走ってるのは、怖くて、もうそんなに馬いらないのよな。本当に、いや本当すごいパワー。もう踏むだけで走ってっちゃうから。はい、でもその当時は、やってたじゃないですか。パワー競争ですからね。はい、アドマスが取れたのは、それじゃまた入ってまた9秒7とか行くとまた橋本さんがなって、いい加減に先輩してよ。いや本当すごい競争だったね。何セット？だってワンラップスペシャルだったな。何セット作ったの？午前中45分から3セット。ワンラップスペシャル、はい、レースだけ予選だけ、はい、当時ね、レースガスっていうのが入らなかったんですよ。一番最初日本に入った時はリッター2500円ぐらいですよ。それ2人で1000キロレースを使ってるんですよ。いや金余ってるからね。リッター2500円ですよ、ね、使えないでしょ。でその点ロータリーは安上がりだよ。普通のガソリンでいいんだよ。うん、
臭いよね。いい音だったじゃない。なんかいい音だって言ったじゃん。じゃあ正直で言いなさい。いや、いい音だよね、フォールウーパー。まあ、いい音だ。日産の音どっちがいい？あ、じゃあ日産の方を取ろう。日産の方がいい音だと思う人。なんか寂しいな。いや日産はね、ターボカーだから。そうですよ。消音されてるからね。そうです、だから、あの、速さは日産、音は松田に今日のところだ、ね、円満解決です。これだと、あの、モレスがありますけれど、練習速度が違って、ちょっと頑張ってみようと考えてますか？うちはあの長いのが得意なので、24時間あったらもう絶対前にいますから、あの短いのはどうぞ先に。あのストレートだけは、まあ、あの車もう22年、23年経ってますから、あんまりあのメンテナンス一応してるんですけども、まあ、あのここだけの話、インストラメンタルパネルのメーターも出ないんです。だから僕はあの感覚だけで走ってるんです。メーターが出ないっていうのは、あのね、あのメーターが出ない、これおそらくね、それエンジニアがいないんですよ。メーターほら別の電気会社でね、で海外のなんだけども、そのマッチングしないんですよ。だからまあ乗り慣れてるから、音でどんどん、でもさっき1回リミッター入ってたストレートでさっきはリミッター入ってるから、あんまりリミッター入れるとエンジニアさんが LA の 3.5 リッターに統一されたんです。だからあの日産のターボも出れなくなったし、ロータリーも出れない。まあ、LA の問題なので、あんまりうまくいかないですよね。そまあでもその中でね、廃棄物で答えたわけなんですよ。はい、どんな苦労があったんですか？まあいっぱいあります。いっぱい、いや、この時間じゃ足らないから、はい、あの長い時間あるときに、24時間あっても語りきれないんですけど、一番記憶、僕はね、ルマンで一番記憶の2つあって、80年に初めて日本のチームで完走したこと、それから91年に総合優勝したことですね。で、まあ、なかなか最初完走できないんです。74年に初めてルマン行って、今まで29回ルマンに出て4回クラス優勝してますけども、最初完走できないんですよ。朝日が見れないんですね。で、午後4時にスタートして、で、80年に初めて完走したときは、とても嬉しかった。とても嬉しかった。で、走ったことないわけだから、24日の明け方、ダンロップブリッジから朝日が昇るんです。それがね、めっちゃ眩しい。当たったことある順番で、ダンロップブリッジ、朝日。そんな長い時間走ってないんだ、君たちは。あるものすごい眩しいよね。ダンロップブリッジとか朝日がどもんで、頂点であそこからバーンって下っていくのよ。下っていくと真っ暗で何も見えない。こうこうね、全開で降りていくわけ。だから一体見えたら怖くて走れないでしょ。そうそうそう。だから初めてその朝日に直面した時、思わず3倍増探して、あれはしないじゃん。そのぐらいね、やっぱりびっくりすることがいっぱいある。日没が10時半頃ですから、ヒルさんを越えて向こうのテルトリュージへ行くまで、まあ、3つ目のストレートになるんだけど、そこも夕日がもうずーっと夕日なんですよね。まあそんなね、24時間大変なレース、まあ、してね、雨が降ってる夜なのでね、もうおかしい、あれ走ってんの。本当に自分で降りてね、ピットで変わるじゃない。で降りて次のドライバー
れてますよ。絶対もう頭のレジ4本で。星野さん、そして長谷部さんに伺いたいですけれど、あのここに二輪化が、ね、ですよね。二輪化でずっとこの高層さんを出しておりました。今その前を見せたら、その山でこんなことするんですか。あ、そうです、ありましたね。そうです、19歳の時、はい、優勝してあのヨーロッパ行けるチャンスが出たね。チェッカーを受けないで U ターンしよう。レースが当たって以来、チェッカーを受けて、頭はヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ。そこでこれ U ターンしよう。失格。それでヨーロッパ行けない。だからそれで1点上がるから、あのやってかけてチェッカーだけ。でもごめんなさい。ああ、それでヨーロッパ行けない。だから皆さんね、僕は国土出場で実況した記憶がありますけど、ものすごいスレッケブリがもうそれすぐ入ってきて、それはアクロ上げるんじゃないよね。すごかった。でもその若さだから、先輩、はじめ先輩が高校1年生で全日本、日本で1位だった、はい、それで僕はそれを追いかけて、だから勉強なんかしてる場合じゃない。だから原因ははじめさんにやってる。どうですか、セブさん。勉強なんかしてる場合じゃなくて、勉強してなかったんだよ。僕たちがデータを作ったからですね。苦労して苦労して、最初主催者がね、俺たちにくれたパドックのスペース、車2台分だよ、2台分のスペースだよパドックに。それでどうやってやれっていうの、24時間。いや僕なんかもうあのイタリアにしますか、中華にしますか、ジャニーズ。いやいや本当そうだよ、全部ドライバー1人でキャンピングカー1台だから。それにトレーナーがついてる。もうね、レベルが違うんだから、マツダと。でもさ、そう言うけど、最初の頃、うちで飯食ってたじゃん。そうだ。だって、来て、ご飯食べれないんだから、パドックに来て。うちはもう全部、バーンと全部準備、バンタン整ってるわけ。で、日産のチーム来て、ご飯できてないの。それで、うちでみんなご飯食べてたの。これはもう全然ウェルカムだから。でマッチがさ、あの時ケータリングの女の子にチョコレート持ってくんだよ。いいのかな。野田駅さんが来たんだよ、はいはい、それで僕のマッチとさしたら、その日産のブースの上に野田駅さんがいるわけ、はい、でマッチは先輩だからご挨拶に行ってきますって言ったのよ。今日面白い話しよう。そこに行ったの。そしたら、マッチになんて言ってたんだよって言ったら、星野、行かせて。矢沢さん、大事よね。星野、行かせて。でも何年前だろう、本当にあの毎日宇宙ご飯食べに行ってたのね。そうよ、あの今なんかええ格好言ってるけど、うちがご飯食べさせたんだから。でも、ハーフはうまかったね。フランスのチーズとハムのバケット、あれはうまいね。じゃあ話がどんどん脱線していきますけど、僕はあのモトクロスの話から、あのモータースポーツのね、耐久のレースのような今監督として活躍してらっしゃいますけど、でね、それでね、どうぞ。パドックね、2台分のスペースちょっと戻るけども、どうぞどうぞ。俺悔しくてさ、こんなもんで序盤のレースどうやってやんのよ、はい、できないじゃない。これで俺文句言いに行ったわけ。そしたらあの事務局長に合わせてくんないわけ、合わせてくんない。で秘書さんが門前払いなで、やっと秘書に会ったの。そしたら、あなたたち初めて来たんでしょ。そうです。
カーがね、10時間耐久ですね。走ります。走ります。いや、僕はこのあれで、ブロックヒーカーで。はい。走るな、待って、3000万だよ。優勝。3000万。1億じゃねえか。いや、総額。総額は総額1億で優勝3000万。はい。高校シーカーで1億。ごめんなさい。めちゃくちゃどうですか。監督として。あ、そうですね、まあ、まだ出るかどうかわかんないですけれども、もちろんそうです。まあ、体育レースは僕好きですからね、はい、あの僕は24時間なんだよ、はい、なるべく体育レースを成長させようという気持ちがあって、まあ、24時間なんかいつですると思いますね。ああいうレース日本でも次はいい、はい、真面目な話で本当は賞金のことしか頭がない。3000万よ。3000万に目がくらんだ。いやいや、世界 の、 あのレースの思考がだんだん耐久レースに入ってきてますよね。だから、まあ、世界に遅れないようにこの鈴鹿での10時間かな、面白いと思うし、スプリントももちろん面白いけども、耐久レースというのはそのチームの駆け引きだとか、ドライバーの耐久性だとか、とてもいいと思いますよ。日本なんか行ってね、こう違うのはその耐久レースでも24時間楽しみ方がすごくうまいね。うまいね。本当にね、経費のかからないテントもちょっと広いところにやって、ちょっと軽いバスケットを。それではサイン会参りたいと思います。ではちょっとお立ちいただきまして、ちょっと参拝しますか。ちょっと前でちょっと参拝いただきますか。はい、ちょっと前です。前の方だけもっと話したかった。いや、まだ最後に一言ありますから大丈夫です。はい、私は一番参加です。今日は修行だと言われております。ロベルト・モレロさんがですね、今日はこのトークショーの時にこの机を眺め始めたんですよ。どこまでサービス精神じゃあ、皆さんちょっとじゃんけん大会に活躍していただけますか。はい、じゃんけん大会、30名らしいんですよ。で、僕が最初はグーでスタートします。で、グーの次はチョキ出しますからね。いい、大丈夫いいですか。やっちゃうよ、じゃんけん大会。最初はグー、最初はチョキ。言っただろ、チョキ。グーの方だけ、グーの方だけ。いや、教えない。グーの方以外は座ってください、はい、グーの方以外は座ってください。行くぞ。はい、行きましょう。最初はグー、じゃんけんパン。チョキの方だけ、チョキの方だけ。それ以外の方座ってください、申し訳ございません。前出て。ちょっとまだ多いですね。まだ多いね。